ゼリー飲料などを入れる保冷巾着袋の作り方です。内側には手芸用の保温シートを使っています。保温シートがないときはキルティングで代用してもいいです。今回はこちらの横14センチ、縦14センチ、まちが4センチのタイプを作ります。好きなサイズで作るときの計算式も最後に紹介します。材料はこちらです。表布が横31センチ、縦は21センチ。裏布は横31センチ、縦は16センチです。今回は保温保冷シートを手芸用のものを使いましたが、キルティングでも大丈夫です。パーツはこちらで45センチぐらいの紐とストッパー。これはダイソーのものを使いました。Dカンをつけるときは 4×4 センチの布と Dカン1つです。生地に方向があるときは上になる方に裏布を中表に重ねます。上端を1センチの縫い代で縫います。ずれやすいのでクリップで留めて表布の裏側から縫います。Dカンをつけるときはこの切り替えのところから5センチ下に仮縫いしておきます。切り替えから5センチぐらい下、ここにDカンを仮縫いします。Dカンを折ってアイロンをかけます。ちょっと端のほつれは指でさばいて取っておきます。5センチ下につけますが、ここは縫い代が 1.5 センチあるのでつけるときは端を5ミリ開けて布端から1センチぐらいのところに仮縫いします。横を少し開けて表同士、裏同士合わせて留めます。縫い目のところから4センチのところに印をつけます。ここが紐通し口になります。周りをクリップで留めます。裏側に返し口を作るのでキルティングか保温シート、こちらに7センチの印をつけます。ちょっとつきにくいですが、ここを返し口にします。縫うときは底は1センチの縫い代、横は 1.5 センチの縫い代で縫います。ここが紐通しになるので縫い目から4センチは開けて縫います。そこから1センチを縫います。 1.5 センチ手前まで縫って方向を変えて返し口まで 1.5 センチの縫い代で縫います。返し口を開けて縫い代は 1.5 センチです。この縫い目のところまで縫います。紐通し口の4センチを開けて D カンが内側に入っているか注意します。縫い代は 1.5 センチ、返し縫いをして下の1センチ手前まで縫います。そこは1センチの縫い代です。紐通し口のところを開いてアイロンを当てます。表布だけ開いておきます。そこにまちを作ります。三角にして
4センチのまちを作りたいので、真ん中から2センチずつ4センチの線を引きます。線の上を縫います。裏布も縫い代を開いて、こちらは表から見えないのでガイドで端から2センチのところを縫います。縫い代を5ミリぐらい残してカットします。返し口から表に返します。返し口を閉じて端ミシンで縫い閉じます。裏布を内側に入れます。紐通し口のところもきれいに内側に折り込んで、2センチ表地が見えるようにしてクリップで留めます。表布の端にぐるりと端ミシンをかけます。このちょっと空きのところは返し縫いをしておきます。空きの少し手前ぐらいから縫い始めます。霧吹きをかけて中温ぐらいで表側にさっとアイロンをかけて整えます。紐を通します。今回はクロバーの紐通しです。細いところにも入るし、このように綺麗に曲がるので使いやすいゴム紐通しです。先をマスキングテープなどでまとめて通します。軽く留めて先を細くして、端を結んでおきます。これで出来上がりです。好きなサイズで作る時の計算式はこちらです。表布が横サイズ出来上がり横 ×2 足す3センチ、縦は出来上がりの縦足すまちの半分足す5センチです。裏布は横のサイズは表布と同じで、縦は出来上がりの縦足すまちの半分になります。表布と裏布の差は縦が5センチ違うだけです。